何ですかね、まあ、あのこれから 8000m の山に登るんで、まあ、低酸素の部屋でこう順応をしてからヒマラヤに行きたいと思っていて、今まではまあ、10代20代30代ずっとこういろんな山登ったりいろんな場所に行ってきたんで、ずっとまあ体を使い続ける日々だったんです。で、まあ、その貯金であんまりトレーニングとかしなくてもすっとこう高い山に登れたんですけど、今回はまあもう2年以上のブランクがあって、まあ、コロナの関係で、であと特にあの、まあ、僕が今まで若い頃本読んできた上村直美さんとか星野道夫さんとか、みんなその43、4歳でこう山から帰ってこれなくなったり、フィールドから帰ってこれなくなったりしていたんで、自分もちょっと気をつけないと、あの体をきちんとこう慣らしていかないとちょっとやばいぞと思って、あのこうやって、まあ、運動してるんですけどね、低酸素質の中で。